さて、このステージではパナソニックグループが推進している治療用細胞製造ソリューションについてトークセッションを行ってまいります。それでは早速登場していただきましょう。パナソニックホールディングス株式会社 MI 本部先進メカトロニクスシステム開発センター治療用細胞製造プロジェクトプロジェクトリーダー大脇義弘よりお話をさせていただきます。大脇さん、どうぞご登壇ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではどうぞおかけください。ありがとうございます。では早速ですが、大脇さんにお話をお伺いしたいと思います。治療用細胞製造ソリューション、かなりパワーワードな感じがしますが、イメージが湧く方、湧かない方、いろいろいらっしゃると思いますので、まずは一言でどんなソリューションかを教えてください。はい、一言でということですとです、ね、はい、iPS 細胞という種類の細胞を免疫細胞にする、育てる、はい、これを装置で行う、こういったソリューションになります。なるほど、なるほどって言ってはいるんですけれども、ハテナがやっぱり出てくるというか、ちょっと魔法みたいなお話ですね。そうですよね、はい、もう少し噛み砕いて言いますと、はい、ここで作る細胞、免疫細胞を何に使うかと言いますと、はい、細胞治療というそんな治療法が世の中にはあります、はい、次スライドをしていただきますとですね、はい、細胞治療という治療はですね、ここにありますように患者さんの体の細胞であったり血液を取り出して、それを体の外で増やしたりですね、あと別の細胞に変えたりして、最後にまた患者さんに投与する。これでいろんな病気をですね、狙ってる病気を治療しようと、はい、こういった治療法でして、はい、今さまざまなこう研究機関であったりとか企業で研究が進められている、そんな治療法です。ありがとうございます。パナソニックというと、今のお話って医療であったり、メディカルのお話ですよね、パナソニックという単語からはちょっと連想がなかなかしづらい内容だったんですけれども、医療のお話なんですよね。そうですね、医療の話です、医療の話、でその医療に関わるそういった技術をパナソニックの、テクニカル的な力で成し遂げていこうというソリューションなんでしょうか。はい、まさにそのような取り組みですね。はい、ありがとうございます。今さまざまな機関で研究すでにされているということですが、万能才能でしたっけ、っていう単語で言われているものと通じるお話ですか。まさに通じるお話でして、この後万能細胞出てきます。はい、ありがとうございます、ではそちらのお話伺っていきましょうかね。はい、はい、パナソニック今ですね、京都大学の iPS 細胞研究所と呼ばれる研究所と一緒に共同研究して開発を進めていまして、次のスライドを映していただきますと、まさに今研究中の治療法にがんに使えるんではないかと期待されている治療法がありまして、これ少し詳しくご説明しますと、患者さんから血液を採血しまして、それを iPS 細胞と呼ばれる細胞に変えます、でさらにそれを免疫細胞に変えて、最後患者さんに投与すると、こんな治療法がありまして、ここでこの iPS 細胞と呼ばれるものはどこかでこう聞いたことあるなとか、いらっしゃる方はいらっしゃるかもしれないんですけども、山中先生がノーベル賞を取られた細胞でして、先ほども出てきましたように、いろいろな細胞に変化する能力があると、万能細胞だなんて呼ばれたりもする細胞がこの iPS 細胞です、でそれを免疫細胞に変えると、免疫細胞は免疫力だなんて言われますけども、皆さんの体の中で活躍してまして、いろんな病気を治療したり、治したりとかですね、あとがんとかと戦ったりと、こういったのが免疫細胞。これを元気な免疫細胞を増やしてあげて、体の外で増やしたものを患者さんに点滴などで投与すると、こうすることによって狙って、この場合ですとがんですけども治療していこうと。でこの中でパナソニック何やってるかと言いますと、この自動化と書かれた部分でして、 iPS 細胞を免疫細胞に変える、これを装置の中でやると、ここはパナソニックになっている部分になります。なるほど。その装置を作るというか、そのための装置にかける技術ということですが、すいません、
本当に映画みたいなお話というか、まあ、自動化で作るということはそこに人の手を介さずに細胞を作ってしまおうじゃないかというプロジェクトなんですよね。そうですね、その通りです。実際今それはもうそういった装置ができているんですか？はい、まさに今試作している最中でして、はい、実証しているところです。なるほど。あの機械がない、まあ、現状においては、では今自動化と書かれてますけど、現在は人の手の力で作られているという。その通りですね。あ、なるほど。あの今どうやってこう、はい、細胞を作ってるかってなかなか想像湧きにくいと思います。細胞って別に作るものでもないので、はい、どちらかというと育てるというのが近いんですけれども、はい、今どうやって作られてるかって言いますと、次写していただきますと、この左にありますように、はい、こう非常に綺麗な部屋でですね、白衣を着た研究者であったり、はい、エキスパートがこういった容器ですね、シャーレのような容器とか、はい、あとまあ、スポイトに近いんです。ピペットと呼ばれるようなもの、そしてまた数十種類の試薬を組み合わせながら、こう数ヶ月にもわたってですね、毎日あの刺激を与えたりとか、はい、栄養を与えたりして育てていくと、これが今の、あの細胞の育て方になってます。ありがとうございます。この、まあ、今の情報だけでも、うん、まあ、素人の考えではありますけれども、おそらくものすごい課題ってありますよね。例えば誰でもできるものではないですものね、うん、そうですね、はい、あのマニュアル見たらできる作業かというと全然そんなことはなくて、はい、何年もかけてあの、うん、練習を重ねてですね、経験を積んだ人たちが今やっている作業でして、はい、さらにそういう方であっても昨日やったこの作業と明日やる作業、うん、本人はあの同じつもりですけど、じゃあ全く同じ作業できるかっていうと、うん、熟練の方でさえ難しい、そういったあの繊細な作業になってきます。ありがとうございます。ではここからはその課題について伺いたいんですけど、うん、まず、まあ、今一つ目出ましたね、うん、そのマニュアル化でできるものではないので、まあ、人が必要というか大変であるという課題、他にも課題はありますか？うん、そうですね、うん、大きく言いますと3つほど課題ありまして、はい、この医学の研究の世界っていうのはとてもあのセンスであったりと経験が必要とされる業界でして、手探りの研究にとても時間がかかってしまう。これまず一つ目の課題として挙げられます。はい、でもう一つが先ほど申し上げましたように、こう熟練のエキスパートが何ヶ月もかけて細胞を育てていますので、非常に高額なコストがかかる。でまたその作業している環境自体も綺麗な部屋の中でやらないともちろんいけませんので、施設の維持費なんかもかかってきます。そして最後が品質が安定しないという問題でして、これはあの工業製品とは違いますので、細胞生き物ですので、はい、なかなか安定しない、こういった課題を抱えています。ありがとうございます。細胞は生き物というところと、あとはまあどうしても環境が安定しにくいということですが、例えばいわゆる無菌室のような、もう完全にクリーンを保ったつもりでも、まあ、何かしらが入ってくるということはゼロではないですね。そうですね、ゼロではないですね、はい、やっぱ手作業でこうやってる限りは、そういったリスクは今の現状では排除できないですね、はい、なるほど。ではその課題をまあいかに乗り越えるかが、まあ、普及の大きな鍵ということですが、うん、この乗り越え方というのは今はそのパナソニックの中でプロジェクトとしての青写真というか解決策は見えてはいるんですか？はい、まさにこう裏返しになってくるんですけども、課題の、はい、今私たちのアプローチとしては、この熟練の作業者に頼らないっていうところで装置として自動化をしていくと。でかつあの今作業を手作業でやってるのを、それをただ模倣するのではなくて、その手作業のクオリティよりもさらにこう高いレベル、高品質、高品質っていうのはこうよく聞くと、まあ、元気な細胞を作るとか、それを安定して作る、うん、そしてそれを小型で小スペースで実現できるようになると、こういうアプローチで今解決しようとしてまして、これができますと、こう一人一人のための細胞、これをオーダーメイドで作っていくと、それを低コストで実現していく、これを今目指してやっております。なるほど。特に医療のお話になると経済的なお話も必ずセットにはなってきてしまいますが、うん、まあ、そこもコストを抑えつつということですね。はい、そうです。ありがとうございます。あのこういったふうに課題を解決した先の話になるんですが、パナソニックはまあどんな未来を実現するためにこういった技術を磨いているんでしょうか？私たちがこう今実現しようとしている未来っていうのは、はい、こう一人一人に合った再生医療をあらゆる人がこう受けられる社会を実現すると、はい、こういったこう未来を目指して今取り組んでまして、はい、ここでいうこの一人一人に合った再生医療っていうのは、こうがん一つ取っても同じ肺がんであっても、例えば A さんの肺がんと B さんの肺がんって名前は一緒ですけど、その中身って違うんですね。
そうすると抗がん剤も合うものを探さなきゃいけなかったりするんですけれども、この細胞治療をオーダーメイドで作ることによって、この一人一人その人にぴったり合ったものを提供していきたいという思いと、もう一つこの後半部分、こうあらゆる人が受けられる、これに込めた思いというのは、一つはこう経済的な制約ですよね。だから先ほどありましたように、こう高コストになってしまうと、どうしてもこう皆さんに届く治療とは言えないんですけども、そこをなんとか乗り越えていって、はい、経済的な負担が少ない形にしていきたいというのと、あとあらゆる人のもう一つの側面が、どこに住んでいる人もということで、例えば大都市圏で大病院のアクセスがいい人はもちろんなんですけれども、はい、比較的この大病院が少ないエリアの方ですね、そういった方にも届けられるような、そんな社会を実現したいと思って進めてます。ありがとうございます。これは本当に感想と質問がごちゃ混ぜになってしまうんですけど、その細胞を作る、一人一人に合った治療法を実現するとなると、ある意味人の命というか生死に関する価値観とかも、この技術が確立されていくことでちょっとずつ変化しそうですよね。そうですよね。そんな可能性も今秘めた未来を実現しようとしています。ありがとうございます。あとはもう何よりパナソニックという会社がこの未来に関わるということで、どういったところが生かしていける強みになったりするんでしょう。その取り組んでいるきっかけであったりとか、何かしらそのきっかけがあって強みがあるからこそ取り組んでいけると思うんですけれども、その背景も教えていただけますか。このパナソニックが医療の業界に取り組んでいると、こう皆さん多分意外に思われてますし、そんなこともやってるのって思われたと思うんですけど、実は以前から取り組んでまして、今回のソリューションとは少し違うんですけども、大型の大きなこの実験室で使われるような細胞培養装置っていうのは8年前から実は製造とか販売もしてまして、そういったノウハウも今回使われています。で今回紹介している小さな装置でオーダーメイドで作るというこのソリューションに関しては2年前から取り組んでいまして、きっかけとしてはこう京都大学の先ほど申し上げた iPS 細胞研究所の方からお声掛けをいただいてですね、じゃあこの再生医療の課題をどう乗り越えていくのか、普及のためには私たち何をしなければいけないのかってことを一緒にディスカッションさせていただきながらです、今はこのパナソニックの研究者がですね、京都大学の方に常駐して一緒に実験もしながら共同で取り組んでいます。ありがとうございます。そのパナソニックが医療のフィールドに、ちょっとフィールド違いというふうに感じてしまいかねないフィールドに入ったきっかけというか、なんて言うんでしょう、何かこういうことを実現したいという具体的なビジョンがあってのスタートを切られているんですかね。そうですね、先ほど申し上げたようにあらゆる人々に届けたいと、そういった思いから来ているのと、やっぱりこの8年前から取り組んでいる、ここがきっかけになっています。なるほど。そのパナソニックといえば、例えば先ほど住む場所のお話も出てきましたけれど、大都市であっても、ちょっと郊外であってもパナソニックショップというものがあるぐらい、日本に住んでいる方であれば誰でもパナソニックの製品を持っているということになるんですけども、そういった何でしょう、ネットワークの広さ、客層の広さというのも、もしかしたらこの技術にプラスに作用してくることもあるんですか。そうですね、そういったことももしかしたらこう将来プラスに働いていることもありえますね。なるほど、ありがとうございます。あとですね、そのパナソニックだけで完結できる技術にはなるんでしょうか。いや、もう決してこの難しいことをやろうとしてますので、パナソニックだけでできるかってそんなことはなくてですね、今先ほど申し上げた京都大学の iPS 細胞研究所と一緒にやらせていただいているのはもちろんなんですけども、バイオテック企業の忍び社さんとも一緒にですね、共同開発を進めて、パートナーさんと一緒にですね、この実現に向けて進めています。ありがとうございます。ではまたちょっとこちらもお話は重なってしまうんですが、バイオであったり今でいうメディカルのお話というとパナソニックの得意分野フィールドとは違うんじゃないかなと勝手に思ってしまうんですが、なぜあえてこの領域を手掛けているのかも知りたいです。なんかこう家電メーカーのイメージがどちらかというと強いと思いますので、意外に思われるかもしれないんですけど、このソリューション、これまでこうパナソニックが培ってきた技術の進化系のさらにこう集合体みたいなのが実際のところでして、ここに今必要な技術、このソリューションに必要な技術をですねまとめていますけれども、一つ大事なのが一番左にありますこのバイオテクノロジーという領域でして、まず
大学の方で研究手作業でされてますけど、これどんな意味があるのかとか、その作業一つ一つの中身を理解しないとこのソリューションを作ることができないですので、そこにですねパナソニック過去に例えば血糖値センサーの開発であったりとか、バイオセンサーとかウイルスセンサー、そういったあの研究開発もこれまでやってきましたし、その技術は蓄積されています。そういった研究者が今このソリューションの開発にまさに活躍していますし、はい、またあの下の2つ目にありますけど、このバイオの世界話分かりましたと、うん、その次この装置にしようと思うと、こう工学の世界に翻訳するっていう作業も必要でして、はい、ただ人の真似をするだけでしたらこう人型ロボットになってしまうんです、うん、それではあのコストの問題とかいろいろありますので、うん、いかにこう本質を理解してこう装置に落とし込むか、シンプルな装置にするか、はい、そういったところでもバイオが分かってかつ工学の知識がある装置とか、そういう機械の開発ができる、そういった人材も活躍しています。はい、そしてもう一つがあの製造装置、この辺りからなんかパナソニックっぽい、そうですね、まさにですね、出てきたと思いますね、はい、うん、例えばあの私たちリチウムイオン電池であったり、うん、これ電気自動車に使われるの電池ですけども、うん、その製造に使われる装置を社内で開発していることもありますので、うん、そういった技術を使っていったりですね、はい、私もう一つ大事だと思っているのは最後なんですけど、この見えないものを測る、うん、これもすごく大事です、はい、この細胞ってこうサイズの想像をつかないと思うんですけど、iPS 細胞ですと髪の毛の10分の1ぐらいの太さ、まあ、直径ですね、のサイズでもうとっても小さいです、うん、それがこうすくすくと元気に育っているのか、今どんな状態にあるのかって見るのはこの装置作る上でとっても大事でして、はい、そういった見えないものを測るって技術も、この私たちがこれまでリチウムイオン電池をはじめそういった製品を作る上で製造ラインでは活躍していまして、うん、光を使ってこう中を見るとかですね、小さなものを見るとか不良品を探すとか、そういった技術もここに生かされています。なるほど、そうか。なので、まあ、スライドにもございますけども、実はパナソニックがもうやってきたこと、培ってきたことが全部つながってはいるんですね。そうなんですね、なんかこう突然バイオテクノロジーの領域に飛び込んだわけではなくてですね、今まで培ってきたそれぞれの技術をさらにこう磨き上げて作り上げているという感じですね。なるほど、これは想像のお話になってしまうんですけども、うん、例えばこういった技術がより一般化して、うん、まあ、先ほど町の電気屋さんという言い方をしましたが、うん、本当に一般の方にも手にする未来もいずれは実現できるという視野に入ってらっしゃるんですか。そうですね、この治療法が将来ですね、まあ、いろんなステップあると思うんですけども、はい、そういったことにつながってくると思います。なるほど、ありがとうございます。あと先ほどその、まあ、バイオテクノロジー、バイオから工学への翻訳をする、まあ、人材も必要ということでしたが、うん、まあ、いろんなプロフェッショナルがこちら関わってらっしゃるプロジェクトだと思います、うん、大脇さんも何かそういった、まあ、キャリアというかプロジェクトを経て今の地位にいらっしゃるんですか。私の場合はですね、はい、あのこの中で言いますと製造装置 の専門家というかずっとやってきた人間でして、過去にはあのリチウムイオン電池の製造ラインの開発ですね、はい、こう高速で高品質なものづくりをするためにどんな装置作ったらいいかとか、そんなことをずっとあの極めてきました。でその次はですね、こう人がやってる作業をいかに自動化するか、そういったことはまあものづくりの現場でやってきたりしてきてます。でさらにこう私の周り見渡しますと、今オフィスで私の隣にいるメンバーなんか昔あの頭皮とかですねヘアケア髪の毛、そんな技術の開発をしてきたメンバーがいたりとか、あと向かいの席ですと先ほど申し上げたようなこうバイオが分かるし工学も分かるような技術者がいたりとかね、そういったこう誰か一人かけてもですね成立しないような、みんないるからこそできるこういろいろ手がけてきたパナソニックだからこそのソリューションかなと思ってやってます。ありがとうございます。そんなプロジェクトですが、今現在の進捗状況もぜひ教えていただきたいのと、プラス、まあ、いつ頃実用化の、先ほどそんな未来もあるんですかなんて聞き方をしてましたが、具体的にはいつ頃を目指していらっしゃいますか。今やっている状況としましては、はい、今まさにこう手作業でやっているものを機械に落とし込む、機械でできるようになる、この試作と実証を行っているところでして、はい、その実証を来年2025年の4月までに終えると。早い。でそこで機械にできると、もうすぐ機械化できるということを実証を終えて、はい、そこからこの装置に落とし込むわけなんですけども、はい、装置の実用化としては2030年までをめどにあの完了を目指して今進めています。なるほど、まあ、でもそれでも思ってる以上に近しい未来ですね。そう言っていただけると。ああなるほど、じゃあその2030年に実装化がかなってからはより、まあ、一般の方の目にもしかしたら何らかの形で
現れてくるやもしれぬということですね、はい、それを目指して頑張っております。ありがとうございます。今後の目標などについてもお伺いしたいんですけれども、まあ、その目指す時期はその2030年だったりはするんですが、大脇さんご本人の思いであったりとか、うん、まあ、そこにかける情熱であったりとか目標というものもよろしいですか。この先ほど再生医療の話とか、はい、細胞治療の話とかさせていただいたんですけども、はい、うん、これ皆さんそれパッと聞くとご自身にはちょっと遠い話かななんて思われることもあるかもしれないんですけども、はい、全然そんなことはなくてですね、うん、今私たちの寿命は伸びていると言われてまして、はい、私たちきっと長生きします、はい、ただこの年を重ねた後にこの心身ともにですね、うん、健康でいたいなっていう、そこはやっぱり皆さんの願いだと思いますし、はい、本当に関心事だと思うんですね、うん、でそれに対してパナソニックのソリューションであったりこの再生医療っていうのはその長生き心身ともに健康に長生きするために貢献できる技術だと思ってますし、うん、これまでパナソニックが培ってきた技術でまさに活用できる領域ですので、この再生医療の実用化とか普及に貢献していきたいなと思ってやっております。ありがとうございます。まあ、いわゆるウェルビーイングの、まあ、極みのお話ですよね、うん、そうですね、まさにその領域ですね、はい、健康で健やかに、みんなそれぞれに違うやり方で方法があるということですが、これもちょっと質問と興味本位の、うん、内容なんですが、そのいろんな病気が治せるようになるかもしれない、うん、まあ、もしかしたら全ての病気が治せるようになるかもしれないってなった時に、このパナソニックの作っていくこういった装置は病気以外でも活用する可能性というのはあるんですか。例えば先ほど髪の毛とかいう話も出てきたので、うん、まあ、美容であったり、うん、髪の毛であったり食品であったりあり得ると思いますね。今直近ではまさに京都大学の研究所と一緒にやらせていただいているのは、はい、がんの治療法の話ですけれども、うん、はい、その治療法が例えば次がんではなくて、うん、がん以外の病気への広がりであったり、うん、そういった広がりも考えられますし、ここで作られる細胞がその直接治療ではなくて薬を作るための実験に使うとか、そんな応用範囲も、はい、可能性としてありまして、いろんな広がりが考えられるかなと思ってやってます。ありがとうございます。もしかすると今ここお話を足を止めて聞いてくださっている皆さんの中に、まあ、一緒にもしかしたら今後パートナーにってお仕事を一緒にされる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、どういった方々にこのプロジェクトの素晴らしさを特に知っていただきたいですか。ああそうですね、うん、先ほど申し上げましたようにこれってこうパナソニックだけの力で全然成し得るものではなくて、はい、いろんなパートナーさんとの共同で成り立つものだと思うんですね、はい、医学の知識もですし、うんうん、まあ、どうビジネスにしていくか最後の出口の部分もそうですし、ですね、うん、あとは装置作るっていうと装置にはいろんな部品が必要になってきたり、そういったパートナーさんとも今後ですね、うん、連携を深めて一緒にやっていきたいだなと思ってます。ありがとうございます。あともう一つ質問いいでしょうか。その、まあ、どうしても命に関わることなんですけども、これは答えられる範囲で大丈夫です。その倫理観も伴ってのお話で、うん、どのくらいまでこういった技術って進めていけるものなんですか。ああそれは非常に難しい話ですよね、うん、倫理観の話だといろんな議論がされてたりしますけれども、うん、まあそうですね非常に難しい質問が入ってきましたけども、うん、まずはやっぱ治療ですよね、うんうん、まずはそこから、うん、まずはそこからかなと思います。再生医療って言うといろんな想像を皆さん膨らませてる方もいるかななんて、すごい想像がやっぱり映画の世界ですからね、うん、ほとんどまずは現実的にはその薬のような働きをする細胞治療とか、うんうん、そういった領域で幅広く使えるかな、活用できるかなと思ってやってます。ありがとうございます。もし今このお話を聞いていただいてちょっと興味があるなとか思った場合にはスタッフの方にお声掛けすればより詳しくお話をしていただけるということですね。はい、ありがとうございます。ではそろそろお時間も迫ってきてしまいましたので、まあ、以上でトークセッションは終了とさせていただきます。本当に貴重なお話を脇さんありがとうございました。ありがとうございました。パナソニック